こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。輸出ビジネスの副業サポート、オーストラリアアマゾン室個別サポートの会員募集のお知らせです。6ヶ月間で月額100万円以上稼ぐオーストラリアアマゾン室個別ビジネスサポートを受付中。あなたがあと10年以上生きるなら、輸出で稼ぐスキルは必須です。初心者は稼ぐために大切なこと。 簡単にできることを実践するだけで結果が出ること。簡単に稼げる環境がオーストラリア・アマゾンには揃っています。何をすれば稼げるかを初心者にも分かりやすく教えるサポートです。これからの日本人を待ち受ける問題、人口減少、年金問題、不景気の長期化、数字調整で高景気の日本、でも、 本当の景気を表す実質賃金は低迷。税収は伸びないが、社会、社会保障関係費はどんどん膨らんでいく。行き着く先は社会保障制度の崩壊です。世界幸福度ランキングも、順調にと言っちゃ変ですけど、順位を落とし続けていて、最新の、え情報だと、日本は58位。ね。ほぼ先進国中最下位です。 社会保障が不十分なのと他人への寛容さが絶えないことで毎年順位を落としています。平均的な日本人が幸福を感じることは今後ますます難しくなっていきます。そして世界重税率ランキング。日本が実質1位。税金が世界一重いのは日本だと。アルバという国が1位になってますけど。 これ人口10万人ぐらいのね、えー、ちっちゃな国。まあ、多分聞いたことある人もいないと思いますし、アルバと検索してもね、えー、国の名前じゃなくて商品名とか出てくるぐらいの国です。ですから、まあ、普通の認識される国といった感じでは日本が世界一税金が重い。税金が高いと言われているイギリスだの、フィンランド、アイルランド、北欧の国よりも日本の方が税金高いということが言えます。まあ、幸福度は低いけど税率が高い。 あるいは税率が高いから幸福度が低いとも言えると思いますけど、さらに不幸なお知らせが、日本は世界一の借金大国。そして借金が多い場合の解決策は2つ。踏み倒すか、まあ、インフレになって借金が目減りするのを待つか、どちらかです。どちらにしても、まあ、普通に日本で暮らしている人にはありがたいことではありません。インフレになると円安になります。 そして、円安の影響。円安は輸入にはマイナスです。例えば、100g の牛肉が1ドルだとすると、今は120円で買えます。3倍の円高になると360円になります。輸入したものは高くて買えなくなります。輸出への影響。円安は輸出にはプラスです。100円ショップの商品が10ドルで売れたとすると、今は1200円。 三倍の円安になると3600円になります。割安なので売りやすくなります。日本人が今の,うちにを今のうちに身につけるべきは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。 アマゾンを使ったビジネスは結果が出るのが早いです。アマゾン出は儲かる消費を見つけて、見つけるだけというシンプルさなので結果が出るのが早いです。そして早く始めた人ほど売れています。これは去年提出していただいたアメリカアマゾンの売上です。34,454ドル。日本円で380万ぐらい。利益が3割なんで約120万弱。これをこの方は えー、一人でマイペースで、一日4時間程度の作業で、えー、売り上げて設けてます。他にも、22,157ドル、14,167ドル、1539ドル、6,828ドルというようなね、えー、まあ、副業でこんだけ稼げば十分だろう。あるいはね、副業で始めたけど、稼いで本業にした方の、まあ、売り上げ。で、これね、面白いことに。 ほぼ入会した順に上から並んでます。つまり古い人ほどやっぱりたくさん稼げてると。早い時期に稼い始めた方がアマゾンは実は有利と、ね、いうことが言えます。そしてこれから一番稼ぎやすくなるアマゾン市場はオーストラリア。何しろ27年間後継期,期続きのオーストラリア。そしてオーストラリアの人口は先進国中で最も増加しています。そんなわけで世界一金持ちが多い国に オーストラリアがなりました。オーストラリアはスイス人を抜いて世界一の金持ちになりました。オーストラリアアマゾンは3年後に売上7兆8000億円を達成すると予想されています。これ日本アマゾンが1兆円を超えたぐらいですからね。日本アマゾンの約7倍の売上になります。これはオーストラリアの経済研究所の予測です。オーストラリアアマゾンは 3年後の2022年にはオーストラリア第6位の小売業者になるだろうと。これから稼ぎやすかった頃のアメリカ・アマゾン以上に稼ぎやすい状態になります。日本に生まれたのにアマゾ輸出をしないのが損です。日本製品はオーストラリアで高く売れます。世界最高の仕入れ場所。それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし逆に言うと仕入れ場所としては日本は最高です。 私の世界旅行も最初は良い商品の仕入れ先を探す旅でした。しかし今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上回って強く実感しています。物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもある。例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。これらの商品。 ね、これからお見せする商品は実際に売れている商品です。アマゾンでは売れるとランキングがつくんでね、実際に売れてるのか、売れてないけど出てるだけなのかがわかります。くっきり二山たにするアイテープが13倍の15.82ドル、約1300円で売れています。ソフトクレー、粘土が2個で5倍で売れています。同じく1個で10倍で売れているソフトクレーもあります。 またまた6個で3倍で売れてる商品もあります。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。さらにおもちゃのベイブレード。1382円で仕入れて3倍で売れてます。さらに、始まったばかりのアマゾン。アマゾンでどんなものが高く売れるか、eBay をチェックすると結構見つかります。例えば、増税数の炊飯ジャー。 31,689円で仕入れて、1.9倍 59,、59,507円で売れてます。あるいは、炊飯庄、15,230円で仕入れて、32,014円で売れてます。もう一個炊飯庄、25,490円で仕入れて、51,986円で売れてる炊飯ーもあります。他にもヘアアイロン。 こちらは2469円で仕入れて6867円で売れてます。また、ソニーワイヤレスコントローラー。こちらは8500円で仕入れて15122円で売れてます。コピック8849円で仕入れて14817円で売れてます。戦艦ミカサ7708円で仕入れて14786円で売れてます。 タミヤのプラモデルのパーツ、こちら1600円で仕入れて9069円で売れてます。すごい率ですね。家庭用プラネタリウムのセガホームスター、8335円で仕入れて14181円で売れてます。それから食品も扱いますので、ね、お菓子なんかも高く売れてます。ジャガポックル、5990円で仕入れて11789円で売れてます。 また最近人気の日本ウイスキー、4320円で仕入れて、12359円で売ってます。このように、高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは、今が絶好のチャンス。今から売れる商品を見つけて備えましょう。オーストラリアアマゾンは、上りエスカレーター。焦らず、飽きず、商品を見つけ続けていれば、売り上げは増えます。 日本には高く売れる商品がいくらでもありますが、初心者は高く売れる商品を見つけるのが大変。また、高く売れるけど扱わない方がいい商品。一見儲からないように見えるけど、実は安くしていただいて儲かる商品もあります。それら、高く売れて儲かる商品。Amazon 質で扱うべき商品を、商品の探し方のサポートを提供しています。わからないことは気楽に聞けば解決するサポートがついています。 そして私のサポートは、儲かる商品を見つける方法を手取り、足取り、親切、丁寧に教えるのが最大のメリットです。